事も育児もありがとう。食器洗いは本当に大変だよね。仕事終わってからのご飯作り、社会人になってその大変さが分かったよ。食器を洗うとき皿の角度をミスって流そう、手が濡れる不快感が親への感謝を思い出させる。いつも料理をありがとう。実家を出た後なんで料理が美味しくなったの。実家にいた時から本気出してよ。卵焼きに味がない、隠し味はお水、満腹中枢を満たすタンパク質の肩たまりとか言ってごめん。今の卵焼きは見た目も味も最高だよ。作れハンバーグ、ターゲポテトサラダ、母の料理はどれも美味しい。実家のご飯を食べられるのは残りの人生で900回もないんだ。だからもし遠い手料理を噛みしめる、外食より親の料理の方が嬉しいんだ。チェーン店は親がいなくなってからでも行ける。洗濯物も大変だったよね。全部私責任のくせに文句ばかり言ってごめん。自分勝手な子供だった。チーズが好きで親の目を盗んで食べた。おねしょやお漏らしもよくしてたね。旅行の時は親のリュックにぬいぐるみを詰め込んでた。反抗期は親がうざいと思ってた。この当たり前な幸せが当たり前じゃないことに気づかなかったんだ。母は流産しないように妊娠中1ヶ月風呂に入らなかったし、幼少期に肺炎だった俺、今はこんなに元気だよ。二人とも肩が凝るまで家族のために頑張ってくれてありがとう。いろんな場所に行って思い出を作ったね。遊園地、動物園、キャッチボール、スケボー、サップ、実家でギター作り、化石掘り、教室も楽しかった。子供のために尽くしてくれてありがとう。留学させてくれたのは一番の贈り物。価値観が変わり、いろんなことに挑戦できるようになった。両親が死んでも教わったことは俺の中で生き続けるよ。溝にはまった他人の車を迷わず助けに行く親父の姿は最高にかっこよかった。相手の気持ちを考える、困っている人を助ける、世の中は早いもん勝ち、僕は行こう、全部役に立ってる。親父の出世はどうでもいい、元気に生きてくれるだけでいい。そろそろ腕相撲で親父に勝ちたい、チヂミになった。親父に勝っても嬉しさ半減だったら、将棋で乾杯したのはトラウマ、でもいつかリベンジする。二人の仲がいい秘訣を聞いたら、男が先に謝るんだって親父が想像して面白かった。家族でアルバムを見る時間が幸せだった。二人ともいつまでも若いよね。子供が先に跳ねてもね、順番がタフになっちゃった。プロポーズの言葉は旅行が授業時になってくれじゃなかったっけ。時に来た記憶、結婚記念日に親父が花束を買って帰ってたよね。これからも一緒に散歩や簡単の山登りをしよう。今はまだ無理だけど旅行にたくさん連れて行くから元気でいてね。両親が死んだら母の好きなアジサイとカサブランカを備えるよ。二人は俺のほんのり期待通り育った。